まあ、2.5 から 2.9 が上がったっていう情報もあるので、朝闇の3キロアップチャレンジ。行こう。じゃあ、いくよ。くたくた。え？いいね、でかい。でかい。丸のみ。おはようございます。さあ今回は長崎県でエギングです。もう春イカ到来ですよ。カテさんどうですか？そうですね、まあ波はちょっとあるんですけど、はい、まあ、2.5 から 2.9 が上がったっていう情報もあるので、はい、まあ、今からじゃないんですかね。なるほど、まあ、撮影日は3月の後半に差し掛かってるところなんで、長崎県も春イカに会えるでしょうか。本日も一日頑張ります。はい、頑張りましょう。お願いします。はい、頑張ります。さあまずはじめにこちら、ヨウズリからのアオリー Q3D 新色のモバブラウンから始めます。はい、もう春イカ到来ですから、モバもどんどん皆さん変えてるんじゃないでしょうか。まあ、ここは新しい初めて来るポイントなんで、一投目どんな感じかな。来ましたよ、春が待ち構えてました。私は早く春来ないかなって。エギングが一番楽しい時期になりましたね。11時干潮で40センチだけ下がっていく予想です。はいはい、現在7時、11時干潮か、あと2時間後釣れますでかいのが。春のエギングで気をつけてることってありますか？気をつけておくことですか？とか意識してることとか、まあそのテクニック的なことと、あと前も一回行ったことがあるかもしれないけど、やっぱり情報、結構ポイントあちこち北から南からこう走り回って、もう自分自身で情報を集めることが一番大切かもしれないですね。それでやっぱり必ずそのイカの、あの、はい、集まっているところ、回遊してくるところが多い場所にやっぱり証拠をするのが一番確実ですね。テクニック的なことは、テクニック的なことはもうともかく、あの、激しくやるか、あの、優しく目にやるかってところをこう極端にこう大きく分けてますね。大きく分けてるんですか？うん、それで、あの、結構あの激しくそのアクションを、あの、大きくやって、もうともかく、あの、産卵前の個体で、でかい個体で、その大潮前のともかく餌をともかく取りたいっていうイカがいるじゃないですか。はいはい、そういったのはもうともかく、あの、キャストして落ちたところでも一気にこう釣っていくような、だから自分がどの個体をこう狙っているのかっていうところをはっきりして、それでこう、まあ、ランガンなりしていった方が一番いいですね。私的にはそのどっちかっていうと、やっぱりそっちの方がいいので、ともかくあちこち走り回りますので、はい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 、そのじっとしてアクションを弱めにして、そのナーバスなイカを取るのには時間がかかるじゃないですか。だから1日やって、やっとで1本2本取るのがいいのか、それとも自分が走り回って 4,5 本取るのがいいのかっていうところで。なるほど、臨機応変にいろんなしゃくり方をして、バシバシしゃくって大物を狙うのもよし、ボトムネチネチして大物を狙うのもよしっていう形ですよね。また勉強になりました。私も去年はやっぱずっとボトムネチネチっていう釣り方が多かったんですけど、勝手さんにそういったお話をいただいたんで、今年はまた上から下までやっていきたいと思います。釣れるんじゃないかな、釣れるわ。朝闇の3キロアップチャレンジ、イエーイ。ということで皆さん、春イカ到来しました。今回はですね、私浅井亜美が今年の春イカ3キロ以上釣れたらデュエルさんが願いを叶えてくれるということで、今年は去年よりもっと頑張りたいと思います。そしてなんと私が3キロ
れなかったら視聴者様のリクエストに何でもお答えさせていただきます。言ってもうたな言ってしまったの頃には頑張りたいと思いますので、皆さんコメント欄にリクエスト何でもいいのでお願いします。応援してくださいって言いたいところなんですけど、多分視聴者様からしたら3キロ釣れないようにって思ってるかもしれないですが、とりあえずもう4月から、そして夏が始まる前まで期間は限定で頑張りたいと思います。さあ浅い闇の3キロエギングチャレンジ頑張っていきましょう。行かまーす。デュエルからマグキュー、モバブラウン 3.5 号です。飛びます。メダカ買い足してん、そういえば。そしたらな、6匹買い足してで、ずっと1匹おったやんか。なんかちょっと死にそうな感じやったから6匹買い足してんけど、1日で死んだ。あ、その1年間住んでた子な、弱っちゃった。悲しかった。エビ4匹買ってんやん、3匹死んでた多分もう家帰ったら多分まあまあ死んでると思う。イカやったらいいねんけどな、イカじゃないねんな。何これ、え、イカ、嘘でちょー、ハルイカ到来勝手さシャクったノータやった。嘘やろ、ベビちゃん紹介しましょうか。ちょっとベビちゃんなんですぐに返したいと思います。すいません、ハルなのに大きくなってね、ごめんねありがとね、いってらっしゃい、ありがとう。完全にシャクッと乗ってたね。久々あれぐらいっつったらわからんもんなんやね。今までのアオリイカに感謝です。はい、次サイズアップ頑張ります。はい、今回やっぱりこういう時のマグキューですね。何頭か違うエギで投げてたんですけど、このマグキューで遠いところを狙って、多分あのアオリイカちゃんが遠いところにいてた子が寄ってきたっていう感じですね。こういう時のマグキューですよ。助けられました、ありがとね。ーわあ、ちっちゃマジか。あ、アミちゃんの手についてるかももうやめます。ハルイカじゃなかったね。まだ3月入ったばっかりから。後半ではない。半ばやから。しゃあない。終わりますか。それでは皆さん、3キロチャレンジスタートしましたので、皆さんいいサイズを釣って、そして私の願いを叶えてくれるチャレンジあるので、コメントをお待ちしております。また来週、3キロ釣るぞ。3キロじゃなくて300やったな今日。300やったないね。ハルイカトライ。やばい、このままやったら視聴者の願いを何でも叶えないから。